から始めるなら、これが一番深い。次は何かと心躍らされる。今は今変えられる。自分のどこを探る。それがどこかなのか、何かなのか。限界領域は、超えることはなくなってしまう。それが現実だ。ただフィクションとして楽しむ程度で十分だと分かる。どんなことがあってそれが、その道は遠く近い。遺伝子レベルの細胞が人は考えが及ぶと実行する。できれば良いことに使いたい。何気に毎日の中に何かワクワクできるものを心に描きながら生きていく。